今回は弊社が使っている製品の中からクリアシートを紹介したいと思います。このシートはポリオレフィンを原料として作られています。ポリプロピレン製の糸を入れて補強することで柔軟性を持ちながら耐久性をアップしています。その名の通り透明性があるため明かり取りが必要な間仕切りやシートの向こう側に何があるかを見せたい時に使われます。この特徴を生かした使い方の実例を紹介いたします。工場の間仕切りとして、現場での養生シートとして、製品を一時的に屋外に置く場合などの雨や埃除けとして、自転車やバイクの臨時カバーとして、様々な用途でご使用いただけます。通常のクリアシートは屋外で使用した場合、紫外線の影響から半年から1年が使用限度ですが、紫外線をカットする UV 材入りのクリアシートは2年から3年の耐久性があります。屋外で長期で使用する場合は UV 材入りをお選びください。ハトメの間隔を変えたり、パレットカバー用に角型にしたり、ファスナーやマジックテープで開閉できるようにした別注品も受けたまります。詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。以上、クリアシートの紹介でした。